ゲノル・ゴーホフスキー伯爵アゲノル・ロムアルト・オヌフリ、ゴーホフスキーは、オーストリア帝国のポーランド人貴族、政治家、伯爵、ガリツヤ総督を務めた。ボイチェフ・ゴーホフスキー伯爵とその妻のゾフィア・チジュの間の、息子として生まれ、生まれ育ったガリツヤ地方の行政官となった。総督府諮問委員会のメンバーだった時期に、反体制的な同胞のポーランド人貴族に断固たる。 反対姿勢を貫いて、頭角を表した。1849年に37歳で、ガリツヤ総督に就任し、司法制度の組織化、農業科学校や普通科学校の創設、街路整備などで業績を残した。また、レンベルクの研究機関オッソリネウムの進行に、尽力した。1859年8月22日のアレクサンダー・フォンバッハの辞任に伴って、 オーストリア内省に任命され、連邦体制の下での君主制の再組織化に取り組んだが、1860年秋に10月証書が憲法として発せられると、職務遂行を困難と判断し、1860年12月13日に内省を辞して、アントン・フォン・シュマーリングに交代した。1861年に発せられた中央集権的な新憲法に対しては、 自らの政治理念から反発し、新設されたオーストリア貴族院の世襲議員席を与えられたものの、1866年にリハルト・ベルクレディ及びフリードリヒ・フェルディナント・フォンボイストの推挙でガリツヤ総督に再任されて影響力を回復するまでは政治の世界から遠ざかっていた。1867年に成立した市民内閣によって総督職を罷免されたが、 1871年にカール・ジーク・ムントフォン・ホーエン・バルト首相の下で3度目のガリツヤ総督職につき、ガリツヤにおけるポーランド人主貴族層の勢力拡大のために働いた。しかしこの晩年の政策はルテニア人やドイツ人からは強制的なポーランド化だとして批判を招いた。1848年にマリア・カロリーナ・バボロフスカと結婚し、 マニ4男2女の6人の子女を設けた。長男のアゲノル、マリア・ゴーホフスキも、オーストリア・ハンガリーの政治家として活躍した。ありがとうございます。